はい、現在の品川駅の状況ですね。これが、ね、今の状況下ですね。そう、やっぱりこれ結構、うん、閑散している状態ですね。状態だって分かりました。本当びっくりやん。まあこれがね、施設ね。ね、あちらにはカフェもあるんでな。あそこにも街がある。ね。これが今の。東京都民の状況ですね。まあこの通り天気を、状況ですね。そう、本当に日本の沿岸地帯、そう、雪降ってた、びっくりやん。よかった。なここで、うん、休暇、ね、まあそういう、ね、駅の状況ですね。こういうこと、施設はすごいですね。ねえ、相当警戒強くなってますね。で、今あの一般の区間駅のところですね。これが品川の、ね、駅の周辺の、ね、ええ、見ます。来ますね。ね、現在の状況がこれですね。そういうことでした。街の状況ですね。今のこういう駅周辺の状況ですね。ほんで今回行くお台場ちょっとちょっとゴジラだよ、メガギラさん、舞台場所は分かったんで、そこまあ別にいいな、目的なんで別に他に。お下がりください。そうですね。まあこういうこと。時間はこうですね。これが今の状況ですね。
まあ今回ちょっと今日遅延しますよ、ちょっと遅延してる。なんか何ねえ、ここ泊まって昨日チェックしたアナンドーミン、ここにも構えてる。まあこれが道しるべですね。いや、白川駅、まあ、初めてですね。ほとんど学校の旅行ここを訪れないんじゃないですか、うん、ほとんどあの千代田区とかああいうところに行かないよ。はい、今の館内放送、ああいうの建築安藤さんって方が作ったでしょう、多分作ったと思いますね。ねえ、ね、というわけで JR 東日本品川駅をご利用くださいましてありがとうございます。では以上です。ああまだ終わってなかった、すみません。じゃあ何を言ったらいいんか。いや意外に来たんですけど、来たね結構。まあそろそろ行くので、まあここでをね、まあここね。ではそれじゃあ。